皆さんこんにちは。この番組では酒井家のコンシェルジュ白瀬泰蔵とイギリスウェールズ出身の私の孫娘ジェーンが酒井市のことを何でも分かりやすくご案内申し上げます。今回は私白瀬泰蔵が担当いたします。さて今回のコンシェルジュ酒井さんちの出来事では三国祭りの話題をお送りいたします。そして特集コーナーでは堺インフォメーションタイム一言ホットモット堺をお送りいたします。それでは堺さんちのコッシェルジェスタートでございます。今年も三国町が熱気に包まれました。北陸三大祭りの一つで県指定無形民俗文化財にも指定されている三国祭り、中日の20日は神輿と武者人形山6基が三国の町を練り歩きました。今年の山は楠木正面、浅井長政、源頼光決戦大江山、鏡獅子、前田慶次、そして連獅子の6基でございます。どれも力強さがあってかっこいいですね。午前中に各区を出発した山は正午ごろ三国神社前に勢ぞろい。高さ6メートルを超える巨大な山は着物の帯ほど狭いといわれる路地をすり抜けるように練り歩きます。山を引く男衆の力強く巧みな舵さばきに見物客からは歓声や拍手が沸き起こっておりました。祭り化粧を施した地元小学生らのにぎやかなお囃子も祭りを盛り上げ、町全体が熱気に包まれておりますね。祭りも最高潮に達した頃、三国祭り一番の見どころとなる豪快な山の取り回しが披露され、お客さんは大盛り上がり、拍手喝采が鳴り響きました。新しい時代とともに初夏の三国を熱く盛り上げた三国祭り、伝統を絶やすことなく次の世代にも引き継いでいってほしいですね。こんにちは。三国南応保園すみれ組担任の水島です。三国町の中心に位置する三国南応保園は5歳児12人、4歳児10人、3歳児5人の合計27人の子どもたちが毎日元気に過ごしています。全園児27人という小さな集団を生かして、小さい子は大きい子に憧れや尊敬を持ち、
大きい子は小さい子に優しさやいたわりの気持ちが持てる育ちを大切にしています。すみれ組の子どもたちは運動遊びが大好きで、元気いっぱい体を動かして遊びながら体力づくりに取り組んでいます。また5月には三国祭りがあり、お散歩でいろいろな山を見に行きました。園に戻ると早速廃材を使った山作りを始めました。自分の背丈より大きな山作りに挑戦しています。園児たちはさまざまな経験を通して日々成長しています。僕は大きくなったら木でおもちゃを置く人になりたいです。私は大きくなったらアイスクリーム屋さんになりたいです。僕は大きくなったら消防士になりたいです。私は大きくなったら警察官になりたいです。僕は大きくなったら歯医者さんになりたいです。私は大きくなったらかき氷屋さんになりたいです。私は大きくなったらアイスクリーム屋さんになりたいです。僕は大きくなったら消防士になりたいです。私は大きくなったらパン屋さんになりたいです。僕は大きくなったら YouTuber になりたいです。私は大きくなったらアイドルになりたいです。僕は大きくなったらいちご屋さんになりたいです。堺インフォメーションタイムいっとこでは、市民の皆様にこれはぜひ言っておきたいという有意義な情報をお伝えします。今回は3つの言っておきたい皆さんが集まりました。いっとこ、カンヌの感動をハートピア春江で。ハートピア春江からのお知らせです。映画万引き家族上映会を7月20日土曜日にハートピア春江ショーホールにて開催します。カンヌ国際映画祭で最高賞のパルムドールを受賞した話題の衝撃作、軽犯罪で生計を立てる一家の許されない絆とは。チケットは現在窓口にて好評発売中です。お問い合わせはハートピア春江電話 51-8800 まで。ぜひスクリーンにてご鑑賞ください。
赤ちゃんから大人までみんなで楽しめるコンサートはいかがですか？三国未来ホールからのお知らせです。8月17日土曜日に三国未来ホールにて0歳からのクラシックコンサートを開催します。5回目の開催となる今回は東京から5人のにぎやかな音楽隊ホルケがやってきます。トランペット、サックス、チューバの元気な音色に歌、ドラムが加わり、素敵なメロディーと楽しいリズムをお届けします。お問い合わせは三国未来ホール電話82-7200まで。ご家族とご友人とぜひお越しください。お待たせいたしました。まもなくオープンでございます。丸岡市長地域振興課からのお知らせです。7月7日日曜日七夕の日に霞の里がいよいよリニューアルオープンします。大浴場や大広間、レストランが一新し、新たにフィットネスジム、健康スタジオができました。当日は地元中学生の演奏や鶴野たけし子育てトークショー、フィットネスジムの無料体験など内容盛りだくさんです。会場までは城東グラウンドからの無料シャトルバスをご利用ください。お問い合わせは丸岡市所地域振興課電話 68-0801 まで。健康、温泉、食にこだわった新生霞の里にご家族やお友達とぜひお越しください。せーの、いっとこー。気になるいっとこ情報はありましたか？次回もお楽しみに。ソロバンで楽しい人生をホッセルでー。ただいまから第44回三国東部地区体育祭を開会いたします。私たちは第44回東部地区体育祭において楽しく力いっぱい叩くことを誓います。東濃地区代表小川宗義。Thank you.
皆さん、どうぞ、ご協力ください。